こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい。はい。今日は何でしょうか。今日は本命彼氏に送るお財布3選ご紹介します。イエーイ。そして今回はちょっとチョコっぽい色をご用意させてもらいました。あれですね、お洋服も、はい、お洋服もチョコっぽい感じで全部茶色にしました。はい、はい、じゃあまず一つ目、こちらコンパクト財布のビアベリーのフェスというお財布になります。ビアベリーさんといえばこういうダブルフラップが特徴的ですよね、はい、でこちらまず開けていただくと、はい、ここにお札ポケット、はい、で小銭に今15枚ぐらい入ってるのがね、こんな感じで、あとここにもカードポケットが入って、うん、1回開けると全部お会計ができる仕組み で、うん、でまだ前にもあるので、うん、ここにもサブのカードを入れてもらうこともできます、はい、なんとなんと、はい、こちら後ろを見てください。これめっちゃ可愛くないですか。おビアベリーおじさんがいる。そうなんですよ、ビアベリーおじさんがいてですね、こちらをカード入れれるんですけど、はい、ここをクイッと持ち上げてあげるとカードが飛び出てくるようになります。これ引き出しみたいなんですね。そうなんです、めっちゃ可愛いんですよ、うん、でなんとなんと、おなんとなんとこれがね、はい、紐がついてるんですよ、はい、なのでこういう長めが気にしてもらったりとか、はい、あとはこういう首からかけていただいたりとか、うん、まあ、あとは不要だよっていう方はここを全部取り外しが簡単にできるので、はいはい、シュシュこんな感じでちっちゃくカバンとかに入れたり、うん、ポケットに入れたりっていうような使い方ができます。なるほど、はい、使い手によって用途がちょっと変わる。そうなんですよ、かわいいですよね、はい、はいはい、次2つ目、はい、こちらはですねなんとなんとカルトラーレというブランドになるんですけれども、はい、ちょっとこういう、エンボス加工、ボコボコっとしたような加工がしてあって、はいはいはい、皮膚とかにもすごい強い皮になるんですけども、はい、これがですねちょっと中を見てほしいんですけども、うん、まあ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 、はい、じゃじゃーん、こんな感じでコインポケットがハンモック型になってるんですね。こんな感じでお札はここに入れていただいて、うん、でコインはこういう感じで取り出しをしていただけます、うん、めっちゃ見える。めっちゃ見えますね。でここにカードがついています。なるほど、ちょっと 2.5 折りぐらいになるんですけれども、うん、こんな感じでちっちゃくコンパクトに。面白いですね、やっぱこれは。めっちゃ面白くないですか。しかもね、なんか結構スーツとかにも合いやすいような色合いなので、うん、コンパクトでもそんなにカジュアルすぎず、うん、持てるかなと思います、はいはい、続いて3つ目、こちら青木カバーのラガードというシリーズになるんですけど、なんかこれめっちゃかっこよくないですか。めっちゃかっこいい。牛革の上にちょっと吹き付けの仕上げをして、うん、こういう濃淡を出しているんですけれども、なんかコンパクトすぎず大きすぎずミドルのサイズ感なんですけれども、はい、ね、このファスナーを開けますと、はい、じゃじゃん、こんなにたくさんカードポケットがついてるんですよ。いいですね、コンパクトにしたいけど大容量入れたいっていう方におすすめです。小銭ポケットあれってなるかもしれないよ、じゃじゃん、そこになんとボックスの大きく見えるポケットがついてます。こんなにもたくさん入れてます、うんうんうん、で、なんとなんと、うん、お札入れはここが L 字で開くのでババッと分かりやすい。そうなんですよ、めちゃくちゃ大きく開きます、うん、1万円札もやっぱぴったり、1万円札もはい、ぴったり入る大きさになりますね、はい、なんかあのレシートとかってなんかどうやって入れたらいいとかあります。実はこのカードポケットと他に、うん、ここにポケットが、サイドポケットもついてるんですよ。めちゃめちゃサイドポケットある。なんでね、ちょっと大きなカードだったりとか、うん、レシートとかはなるほど、ね、そういうサブポケットに入れてもいいかなと思います。なるほど。で、後ろにもなんとここにもポケットがついてるので、いい、まあ、あの IC カード入れていただいたりとかもできるかなと思います、うん、機能性が、はい、機能性抜群のミドルのサイズのお財布になりますね、はいはい、
このラガードシリーズは本当にあの年齢問わず人気のあるブランドで、うん、皆さんにちょっと愛されてるブランドかなと思います。はい、はい、それぞれあのジャンルがまた違ってますね。そうなんですよ、それぞれ使い勝手とか、うん、ジャンルも違ってお渡しする方にぴったりのお財布が見つかったらいいなと思います。はい、はい、ということで今回は本命彼氏に贈るお財布を3選ご紹介させていただきました。はい、はい、チャンネル登録、コメント、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。